もトイです。皆さん大変なことが起きました。ワンピース考察終わりました。どういうこと？ワンピース考察終了のお知らせやっていうわけなんですけど、それはですね、皆さん見ました？ワンピース実写ドラマ、そう、ネットフリックスでね、大好評配信中で、もうみんなめちゃくちゃ見て、もうネットフリックスが重くなるぐらいの出来事が起きたわけなんですけども、まあね、ネフリでも堂々の1位ということでね、まあ、すごい今世界中で見られてるわけなんですけど、まあ、僕もね、もう面白くてね、1日で一気にドーンと見ちゃったわけなんですよ。ね、まあ今日はね、このワンピースの実写化の話から、まあ、ワンピースの本編の方の考察とかもちょっと絡めて話していこうと思うんですけど、実写の方の話めっちゃするんで、まだ見てないよっていう人は全部見てからこの動画に戻ってきてください。で、今回ね、まずね、僕結論から言うと、この実写化は大成功やと思います。もうめちゃくちゃ面白かった、すごい良かった。もうやっぱね、ルフィがもうほんまに、もうルフィでもうね、ナミさんが可愛かったんですよね。これだけでまず良かったわけなんですけども、それ以上やっぱね、ワンピースファンとしてもすごい喜ぶポイントがいっぱいあったんですよ。今回ね、実はそのストーリーをそのままなぞってるだけじゃなかったんですよね。尾田先生も制作総指揮にがっつり関わってるということで、まあ、内容も完全にストーリーラインとかも把握された上で、このラインやったら許可できるよってことで許可出した脚本が今放送されてるやつやと思うんですよ。ということは、このドラマの内容は今後の展開に大きく関わってくるんじゃないのかなって思ったんですよね。というわけで、今日の企画はワンピース実写ドラマ考察&感想会。まずですね、やっぱ一番思ったのは、海軍の未来についてですよね。もう本編ですごい熱いワードじゃないですか。ガープが、まあ、ちょっと死んでるか生きてるか分からへんと。でも、ガープがコビンに対して、お前が海軍の未来や、っていうことを言ったことって、実は今回のこのネットフリックスの、このコビーとガープとヘルメッポのやりとりを見てたら、より強く感じることができるんですよね。これって、尾田先生がワンピースをもうある程度変えた今だからこそ、こういう感じでイーストブルー作り直してもいいんじゃないのかってことを思ったのが今の脚本やと思うわけなんですよ。ただ、それぐらいこの海軍の未来、そしてコビーという男をめちゃくちゃ重要視してるんやなって思ったんですよね。で、それと同時に逆に昔の初期構想では大事にしてたかもしらんけど、今は尾田先生ここにそんなに興味なくなったんちゃうんかなっていうポイントもね、僕ね、いくつか見つけてしまったんですよね。それが冒頭でも言った考察終了、終わってしまった考察があると思うんですよね。で、実際今回一番やっぱ衝撃やったのはガイモンがいなかったことなんですよね。ガイモンほど実写化しやすいことないと思うんですよ。それやのにもかかわらず、このガイモンという男は丸々カットされちゃったんですよね。貴重な序盤の物語になぜかこの1話だけね、このガイモンの物語があって、お前には必ずいい仲間が集まる、ワンピースはお前が見つけて世界を勝っちまえっていうところで、すごい意味深なセリフなんですけど、これがあるがゆえに、まあ、そのワンピースという冒険のワクワクさとか、ルフィの性格とかが分かるめっちゃいいエピソードなんですよね。で、このガイモンのセリフがあるから、ワンピースにおいてこのすごい重要なヒントになっているんじゃないのかみたいなことをやったんですけど、まあ、それがなくなっちゃったんですよね。で、もう一個、銀再登場の伏線。今回ですね、クリーク海賊団がなんとミホークに完全壊滅させられてもうて、バラティエまでたどり着くことができなかったっていうストーリーになっちゃったんですよね。で、たどり着いたのは銀一人やったわけなんですよ。で、その銀も悪いことするんかって言ったらそうじゃなくて、ただピラフを食って帰るっていうめっちゃええやつになってったわけなんですよね。じゃ、その結果グランドラインでまた会おうっていう、あの感動的な約束をすることがなくなっちゃったんですよ。なんで、まあ、再登場がこのずっと期待しとったわけなんですけども、もしかしたらもう銀は出てこうへんかもなっていうことを思いましたね。やっぱそれぐらいそのグランドラインで生き抜くっていうのは大変なことやし、ルフィたちの冒険を見せたらすごい順調そうに見えるけど、会おうって言ってもその約束が果たされないぐらいグランドラインの旅ってのは過酷なんだよっていうことをなんか改めて思いましたね。で、あとは小夜ちゃんで、まあ、このねシークエンス、早友さんが語ってくれたこの考察なんですけども、近海の主に襲われた時にルフィがニカの暴走を起こしてしまい、シャンクスの腕を吹き飛ばしたんじゃないのかっていう説があって、これね、勝手にあの TikTok とかでもね転載されとってびっくりしたんですけど、それぐらい衝撃的なね考察やったわけなんですよ。で、漫画ではやっぱ描写が飛び飛びやったんでよくわからなかったんですけど、今回の実写ドラマではニカに覚醒する素振りはもちろんなくて、で、シャンクスの腕が、まあ、海王類に食われたんやろうなっていう感じで終わってたんで、この考察ももしかしたらかなり薄くなったんじゃないのかなってことを思ったんですよね。まあ、でも逆にヒグマが食われるシーンがカットされていたりだとか、
か丸呑みにねされるシーンとかなかったんで、これヒグマ生存説っていうのはね、逆にまだ強くなったんじゃないのかなってことをちょっと思ったんですけど、そういうね、一旦茶番的に見られるような説は一旦置いときまして、ゴムゴム呑みなんですよね。ゴムゴム呑みもすごいやっぱ意味深に描写されてまして、まず今回のドラマでゴムゴム呑みが食べるシーンっていうのがすごい事細かく描かれてるわけなんですけど、ルフィがこっそりとなんか食べるんですよね。その時ゴムゴム呑みかなんか視線を感じるぜみたいな描写の映像の作り方になってるんですよ。だからこれはやっぱりゾーン系の悪魔の身には意志が宿る、悪魔の身、ゴムゴムの身、いや人々の身、幻獣種モデル2か自体がルフィを選んでるかのような描写にも見れたんですよね。ここはすごくこだわって作られてるんじゃないのかなってことを思いました。でそうかと思いきや、ゴムゴムの身を奪った後ラッキールーとかがすげえ雑にゴムゴムの身を扱っていたんで、もしかしたらシャンクスはやっぱりこの独断である程度動いていて、赤髪海賊団のクルーにも秘密にしていることがあるんじゃないのかなってことをまあ思いましたね。でもう一個はこのゴムゴムの実に関することなんやけど、このゴムゴムの実ってコビーが最初にあのゴムゴムの実を食べたとなんて驚きましたってことを言っていたんですね。だからゴムゴムの実ってめちゃくちゃ有名な実なんや、もしかしたらロジャーが食べた実なんちゃうんかとかそういうことが言われとったっていう説があったんですけど、これって今考えたらもうありえないじゃないですか。ロジャーは能力者じゃないってこと分かってるし、じゃあこのゴムゴムの実をこの食べたっていう話なんやけど、これコビーとルフィの会話実写版ではなくなっていたんですよね。であとは海軍の話とか黒とモーガンの話とか、コビーほんま何も知らへんなっていう状態やったんですよ。まあでもそりゃそうですよね。アルビダのところに監禁されとってろくに情報も得られへんような中におったんやから、コビーが何でも知ってるっていうのはちょっとおかしいなっていう感じやったんで、そういうことを含めるとコビーがゴムゴムの実を知っているからゴムゴムの実が重要な実なんだみたいな考察っていうのはある種なくなったのかなってことは思いましたね。またねそういうことを差し置いても、このね、まあ、実写化はねめっちゃ面白かったっすね。まずねキャストがすごい良かったんですよ。まあ、一人一人ね、こうやって仲間になっていくっていうのはもちろんワンピースの醍醐味やったんですけど、まあ、いろんなね、まあ、キャラクターがいたわけなんですよ。これまず何が良かったかって、まあ、僕吹き替え版で見たんですけど、アニメ版の声優僕1名だけかなと思ってたんですけど、他もねやっぱりそのアニメ準拠で声優さんを決めたんやろうなっていう感じに見受けられて、まあ、そこがねすごい馴染んだ声が聞こえてくるわっていうのをなんか安心しましたね。スッと入ってくるというか。で、まあ、今回の実写化にあたって何話そうかなと思った時に、そういえば小田先生 SBS で麦わらの一味の国籍イメージってのを出したことあるなと思ったんですよね。でその国籍イメージっていうのが、まあ、こちらなんですけど、ルフィがブラジル、ゾロが日本、ナミーがスウェーデン、ウソップがアフリカ、サンジがフランスということで、もしかしたらこれ今回のキャスト決めに参考にされたんじゃないのかってことを思って調べてみたんですよ。でルフィ役のイニャッキ・ゴドイはですねメキシコ出身で、ゾロ役の新田真剣佑は日本で、ナミ役のエミリー・ラットはアメリカで、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ・ギブソンはアフリカ系アメリカ人、サンジ役のダブ・スカイラーはイギリスということで、まあ、それなりに合ってるような合ってないような感じなんで、まあ確かにキャスト陣も参考にはしたかもしれんけど、そこには縛られた感じじゃないんやろなーっていうことは思いましたね。でこのキャストに関して僕はすごいびっくりしたのが、ガープの側近ボガードですよね。僕ねボガード正直知らんくて、誰やこいつってなったんですよ。なんでガープの近くにこんな怪しいハットのおっさんおんねんと思ったんですけど、で名前がボガードって言ってね、ガープが言うとったから、ボガード調べたらしっかり原作にも出てたんですね。まさか、なんかこんなペラ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 喋るキャラやと思ってなかったんで、すごいびっくりしましたね。で、あとはね、アルビダですよね。アルビダの人がまずめちゃくちゃハマり役で、うわ、めちゃくちゃアルビダ本物やーってなったんで、逆に綺麗になった時にどうなるのかっていうことはね、すごい気になりますよね。あとね、チューとかもね、すごかったね、特殊メイク。でね、やっぱヒグマはね、すごい迫力があったし、まあその他にもやっぱすごいなと思ったのは、まあ個人的にはやっぱミホークですよ。まあ、ミホークめちゃくちゃ良かったですね。まあ、でも思ったよりこいつ喋るんやなっていうのもちょっとあったんで、まあ、すごい意外でしたね。ガープからの指令でルフィを探しに行くというのが、まあ、すごいそのイーストブルーにわざわざ来る理由っていうのが、まあ、描かれたっていうのも、まあ、めっちゃ良かったなってのも思ったんですよね。普通七部海ってやっぱグランドラインにおるべきだと思うんですよね。危険な海賊たちはグランドラインに多いから。でもそれをわざわざイーストブルーに行く理由っていうのを七部海の仕事として海軍中将から依頼されたっていうギミックを一個加えたのはむしろ納得感が増したんで、原作にはない描写やったんですけどすごい良かったなと思いましたね。あ、ちょっと話それたんですけど、であとキャスト周りで言ったら、やっぱ赤髪海賊団もちろんシャンクスすごい良かったってのもあるんやけど、パンチとかまでね多分思われる人物がしっかり映ってるんですよね。だ
からこういう細かいところまでもう再現してるんやっていうのはめっちゃ良かったっすね。でやっぱ何よりも今回このストーリーラインなんですけど、まあ、言ってしまえばやっぱオリジナルストーリーとかもまあがっつり入っとったわけじゃないですか。この原作と違うよみたいなところもね、それはもう小田先生もあらかじめ言うとったわけなんですけど、これはですねむしろ改編したことによりドラマ映えするようになったなっていうことを思ったんですよね。で、まあ、まずルフィの出航からなんやけども、あの出航の時にやっぱあの樽で生き残れるルフィの強運やばーみたいなことをまず思うし、でその後出てくるあのゾロがミスターセブンにバロックワークスに勧誘されるところとかもわざわざこの出てきているっていうのがすごいいいよなっていうことを思ったんですよね。これがなんか新たにそのイーストブルー編を作り直しているっていう感覚化して、ですごい好きでしたね。でゾロとナミとの出会いを同じタイミングにしたっていうのもこれかなり面白いポイントやなっていうことを思いましたね。やっぱナミが別にあの時点から追ってもおかしくないじゃないですか。でそこを違和感なく組み込んだっていうのはめっちゃ良かったなって思いましたね。でバギーがねかなり強そうやったっていうのもすごいポイント高くて、バギーってめちゃくちゃ狡猾に生きてるような感じなんですけど、やっぱ真正面から戦わずに催眠弾みたいなのを使うとか、まあ、ルフィを海水っていうのを閉じ込めるっていうのはイーストブルーの敵でありながら悪魔の実の弱点とか特性とかを理解しているというのは原作の時よりもシャンクスと同じ船におったんかもしらんなと思わされるぐらいの迫力っていうのが出てて、で、まあ、よりね、まあ、悪いやつ感が出てたもね、すごい良かったですね。でバギーといったらね、このバラティエの後ココヤシ村に行くのに道案内をしてくれるとかいうのもすごい良かったですね。実際そこはどうするんやろ、予作とジョニーおらんしどうするんやろなと思ってたら、あバギー使うんやみたいな、そこも相まって、まあ、なんか面白おかしく描きながらもしっかりとこの実写の中で馴染んでるんだなっていうのがあって、まあ、めっちゃ面白かったですね。ただ、まあ、今回僕がこの実写の中で一番良かったなって思うのは黒編なんですよね。そうウソップが仲間になるところなんですけど、カヤの屋敷の中で全てが完結するようになったんですよね。クロが執事として働いてる、これ原作と一緒じゃないですか。そこに加えてニャーバンブラザーズまで働いていたんですよね。ここがまずめちゃくちゃ良くて、それ働いてる方が信用できるし、カヤが病気になるとかも仕込みやすいよなっていうことを思ったんですよ。で、まあ、のメリーが、まあ、多分殺されてしまいましたよね。あの原作と違って完全にちょっと殺されちゃったなと思ったんですけど、その中でもやっぱりあの屋敷の中でカヤを連れながら逃げないといけないと、でルフィやゾロが頼れる仲間もいないとどうしようっていう、このパニックホラー感もすごい良かったのと、あとはやっぱね、あのナミちゃんの人間性がすごい早い段階からよく見れるっていうのがね、まあ、めっちゃ良かったですね。弱いながらもやっぱ芯が強く戦っていく、でウソップもビビりながらもなんとかしようという姿勢が見られる、こういうところがねめっちゃ良かった。黒編は僕原作ももちろん好きなんですけど、実写で一番最初に引き付けられたポイントってもちろん1話2話も良かったんやけども、それ以上にうわ黒そうするんややばみたいなんがめっちゃ良かったっすね。でねやっぱねウソップがねほんまにウソップなんですよね。これがねすごい良かったなってことをね、まあ、思いましたね。で、まあ、他にも気になったとことかはやっぱいろいろあるなと思うんですけど、まあ、それはやっぱ一つはロジャー処刑のシーンなんですけど、ロジャー処刑のシーンで俺の意思は死なねえってロジャー言ってたんですよね。原作でも俺は死なねえで相棒ってレイリーに言ってましたけど、あれはやっぱ意思とかなんかそういうことなんじゃないのかなってことはなんか改めて思いましたね。てかなんならやっぱガープがその次の世代新しい海軍の未来って言ってるように、ロジャーも次の世代に託すから自分の生き死にそこまでこだわってないんじゃないのかってことはなんか改めて実写でロジャーの処刑シーンを見て思いましたね。で処刑時にやっぱシャンクスとか、まあ、ミホークとかいろんなキャラが映ってたわけなんですけど、ドラゴンもおったしね、その中で、まあ、女性のキャラクターがいたわけなんですよ。そのキャラがもしかしたら、まあ、若かりし頃のクロコダイルなんかもなってことも、まあ、ちょっと思いましたね。まあ、だからクロコダイルはやっぱ女性なんじゃないのかっていう気もしました。であとは細かい話なんですけど、シェルズタウンの時に手配書がめっちゃ出たんですけど、そこでベラミーやホクシーやジャンゴとかアルビダとかキャベンディッシュとか今回出てはないんやけど、それキャベンディッシュとかはこの年代やったら活躍してるやろうし、手配書があってもおかしくないから当然のように映ってていいよなっていうのが、まあ、バンバン出てて、そこはねすごい良かったですね。でやっぱねすごい思ったのが、やっぱワンピースの世界って、まあ、漫画で読んでたらあこういう感じの戦いなんやと思うけど、海戦一つとってもこの大砲が迫ってくる
感じとかも、ガープでね、こうやって投げられる感じとかもやっぱめっちゃ怖かったし、普通にアルビータところの船で戦うシーンとかもやっぱめっちゃ怖かったし、海賊ってちゃんと怖いんやなっていうのもまあ思いましたね。今回の個人的にすごいなと思ったのがやっぱゾロの過去編なんですけど、クイナがやっぱり下月クイナってしっかり名乗ってるところと、ゾロが約束っていう単語にめっちゃこだわってるじゃないですか。原作でもすごい約束を大事にしてる男やと、それをわざわざの誓いをさせてるっていうのもめっちゃ良かったですね。ゾロとクイナの関係性がより強固になったっていうのがすごい良くて、であとはこのクイナが階段から落ちたんじゃなくて事故で亡くなったって言ってたっていうのもまあすごい良かったなっていう、まあまあそれ階段から落ちたにする必要はないよなと思ってたんで、改めてその事故ということでなんか範囲が広くなったじゃないですか。それもなんか想像の余地をかき立てられるなってことがあったんで、まあ面白いなと思いましたね。今回は出てこなかったんですけど、タシギのキャスト、そしてローグタウンでタシギとゾロが会った時にどういう会話をするのかっていうのはすごい楽しみですよね。で、まあ、しっかりとね、あの革命軍の革命の時にあった旗のマークが、まあ、一心道場のマークと同じマークが映画でも描かれていたんで、原作同様しっかり再現されていて、まあ、めっちゃ良かったっすね。で、あとは、まあ、やっぱりですね、いろんなキャラクターの感情とか思いとか、原作の時ってやっぱりその見えてない部分ってあったじゃないですか。正直そのガープがなんでルフィをそんな簡単に海賊に刺したんやろうと、俺ガープは止める方が自然やと思うんですよね。だって長剣首になる前やったら止めたら別に海兵にすることもできるわけじゃないですか。コビーが実際そうなってますし、なんなら賞金首でもジャンゴは海兵になったっていう例もあるわけじゃないですか。そういうことを考えたらガープがああいう風にするのって、あんだけ家族思いのガープやったら当然やと思うんですよね。だからそれはいい改変やなって思いましたし、まああとは何よりもこのウソップとカヤですよね。ウソップとカヤで原作やったらどうなんやろうとかいうことも思ってましたけども、まあ、しっかりとね両思いということでね、おめでとうございますというね、あの青春のウソップの思い悩む男の子っていう感じもね、まあ、めちゃくちゃ可愛くて、でそれに全く興味がないよっていうルフィとかのあの描写とかもね、まあ、めちゃくちゃ良かったんですよね。まあ、そういうのも相まって、まあ、このウソップとカヤの話っていうのはある意味この原作以上のものの感情が伝わってきてめっちゃ良かったなって思いましたね。で、まあ、あとはあのゼフとガープの、まあ、このジジイ同士の会話、これもねすごい鮮明で、ね、あのいいなと思いましたね。ガープがでミディアムレアを勧められるのに、まあ、レアを言うあたりとか、それはやっぱり時間がないんだみたいなことを言うてるんやろうなとかも思いつつ、でもそんな中でもちゃんと話を聞いてると、でね、ジャヤの謎のねイノシシ、最後のイノシシを倒したみたいなよくわからないエピソードもあったわけなんやけど、まあ、そこでのやっぱそのゼフのエピソードとかを聞けるっていうのもジャヤまでは行ってるんやと、ってことはもしかしたらノックアップストリームとかその辺がオールブルーの可能性やったんかなとか、なんか想像が膨らむ話があって、まあ、結構良かったなってのは思いましたね。あ、でもあとはジャヤ関連でね、これ面白かったなと思うのは、ナミが嘘つきノーランドの絵本を読んでいたみたいなところも、まあ、すごい良かったし、なんならあのミホークとゾロとの対決の中でナミがいなくならんかったことがやっぱめちゃくちゃいいんですよね。やっぱ原作やったらあの辺でナミっていうのはまあちょっといなくなっちゃうっていうのがあって、でまだ再会するっていう中でやったんですけど、ずっと行動を共にしていく中でナミが裏切るっていう展開になったじゃないですか。それをバラティにアーロンが襲撃してくるということで解決させたっていうのはめっちゃ天才やなと思いましたね。それがあるがゆえにそのルフィの敗北、アーロンの強さっていうのも描けて、でかつこのナミの悲しい過去っていうのも描けると、やっぱりね原作で見てもねこのネズミ大佐はめちゃくちゃ腹が立ちましたね。まあ、でもそこをしっかりと問い詰めるガープとかもねめっちゃ良かったですね。なんかその海軍がちゃんと機能しているなっていう、イーストブルーってやっぱスモーカー出るまで海軍って頼りたいどうしようっていうところやったのに、そっか機能しているなっていうのもねめっちゃ良かったですね。でそれを囲碁とか、まあ、普段の話とかを通じてコビーに伝えようとしているガープとコビーのこの師弟関係っていうのもめちゃくちゃ熱かったですね。でね、まあ、個人的にね、まあ、あと面白かったなと思ったのは、あの、アーロンパーク編で、まあ、ハッチャンがね、いなかったんで、黒帯の対戦相手がゾロとサンジになったんですよ。これね、黒帯ちょっと強すぎるようなキャラクターに見えたっていうのも、個人的に良かったポイントですね。アーロンパークをゴムゴムの斧で壊すところとかはね、実写の迫力ならではやなと思いましたね。あの、迫力爽快感っていうのは、本当にかっこいいし、ナミの刺すところのこの痛々しさ、で、このルフィが止めてくれて当たり前だというところも、めっちゃ良かったっすね。
順番が前後するんやけど、やっぱこれと同じぐらい僕が良かったなと思うのは、ゾロとミホークが戦った後にルフィに誓うじゃないですか。でもその誓いも生死をさまようっていう描写が増えたんですよね。でそこでその船長としての決断みたいな部分と仲間の夢を応援するみたいなところで、ルフィがちょっと揺れ動くというか、そういう描写があったわけなんですけども、ここもめちゃくちゃ良くて、でその全部やった上で文句悪海賊王の下りがしっかりとオマージュされてるっていうのもポイント高く、まあ、めっちゃ良かったっすね。だから原作をすごい大事にしながらも、原作をなぞるだけじゃなくちゃんと実写ドラマとして消化しているっていうのは、さすがこんだけこだわり抜いて作られた作品であるっていうのが伝わってきて、なんかすごい嬉しかったっすね。まあ、ということでね、今回の実写化はめっちゃ面白かったし、逆に尾田先生が今どこを重要視してるんやろうなっていうのがちょっと垣間見れた気もして、そういうのもね面白かったですね。いないと思うんですけど、まあ、ここまで見てね、また見てないよっていう人はね、ぜひねこのネットフリックス、まあ、見てください。これはね全然価値あります。全然見ようと思ったら1日でも見れるし、まあ、2、3日あったらもうすぐ見終わると思うんで、結局ね続きが気になって次見ちゃうんですよ。あとはね、個人的にはね月光諸島がね取り上げられとったもんね、ちょっと受けましたね。この辺に今日はしておきましょうか。もしねこれ好評やったらね、今度またねのすけさんとか小池さんと一緒にね、この実写化について語っていこうと思うんで、見たいよとしてはぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you。 頭の中のハテナブロックを壊したらさ